しております。素敵ですね。台南の千南ストリート、写真を撮っていますね。あそこ の離島の離島よりは広いですね。なんていうとこやったか今走ってますけど、こういう古い町並みがなんていうかな、美術館の中にあるものではなくて、人が暮らしている中で出来上がってきたところに大変な魅力を感じます。別の通りでできた、風が結構あるけど雨が止んでよかった。涼しいです。この風があることで尊王廟って書いてある。飽きませんね、足並みが。非常に大きなお寺できました。こういうところが、ね、たくさんあるんですよ。この中があるんかな、魚広いな。やっぱり賑わってます。土曜日のお昼前、雨は大丈夫ですね。やっぱり屋根があるから素晴らしい。お寺があると、お寺まで来ました。端っこの、まだ後ろ続いて、続いて、あっちにも抜けれそうな、そういう市場でした。林百貨ですね。林百貨にぎわってます。そしていろんな甘い匂いしてて美味しそう。皆さんお土産をね買いに来てるようです。カステラ、ここが2階、はい、太平洋戦争の時に台湾は米軍の空襲を受けた。連合国による台湾史上最も激しい空爆が始まった。大規模な爆風、林百貨店の屋上に着く床は壊滅的な被害。屋上には弾薬、被弾の痕跡があるんでしょうか。とりあえず植木橋倒れてますけど、これは風が強いからね。棚田のようになってます。屋上で栽培をしてんのかな、田んぼなんだ。土地銀行。以上、林百貨、林百貨店でした。天王丸。そんな薬あるんでしょうか。5階のトンファエさん。百貨店は外観がこうなってました。林百貨店のすぐここに慰安婦像がありました。台南市228記念館、そうだ、文学館、文学館ですね。正面、ここの前にはロータリーが非常にでかいです。文学館前ですね。林百貨文学館近いです。信号長いかな、なんじゃなくて、なんか待たされてるような気がするな、信号には。それでロータリーがあって、こっち回って教会があります。入り間線、様子を見に来たけど、なんか合唱団っぽい人がいるけどな。楽譜かな、違うかな。台南で最も古い教会って言ってますね。興味あるな。うっすら外にオルガンのことを聞こえてて、ちょっと場違いかなと思って、まあ、靴下も履けばいいけど、サンダルなんで。ジャズって書いてある。フェスティバル、台南ジャズフェスティバル、今日も17日で、まあ音楽とかね、聞くのもいいかなという気はしています。あ、どこで喋ってるわ。ここは後で来てみよっか。ここを予約してるんで行っ
ってみます。なるほど、非常に巨大なホテルですね。で733だけど8階です。いやちょっと待って、広い。なんかなんか部屋を探すなり一苦労。角気味ですね。はい、こんな部屋ですけど、一見古くて、まあ広さは普通かな。もう十分です。バスタブあり。今日もねちょっと天気は悪いんですが、で夜市ちょっと行ってみます。なんかこれ使っていいって言われた。ラッキー。傘も借りれます。